2代目現行型モデル GX は、トヨタ自動車が展開する高級車、ブランド、レクサスから販売されている大型 SUV である。トヨタブランドから販売されている、ランドクルーザープラドの姉妹車に当たるが、2020年現在に至るまで日本では発売されていない。レクサスの SUV では、最上級となる、LX とクロスオーバー SUV。 RX の中間に位置するモデルとして2002年11月に登場した。表向きはプレミアムブランドの SUV でありながら、その中身は世界中の過酷なオフロードで鍛え上げられたトヨタ、ランドクルーザープラドそのものである。その成り立ちゆえ、欧州各社の同ポジションの車種とは異なり、ラダーフレームとリジットのリアークスルを持つ。パワーユニットは上級の LX470 と共通で、全グレードに4.7リットルの V 型8、気筒 DOHC エンジンと5速 AT を搭載する。内装は、レクサス車にふさわしい、本革や元決めパネル等をふんだんに使用した、上質なものとなり、トヨタ、ランドクルーザープラドにはない、マーク・レビンソンプレミアムサウンドシステムや、鉱石用、DVD システムなどの設定もある。製造は、 愛知県のトヨタ自動車田原工場が担当していた。2009年11月24日、甲州国際モーターショーにて2代目モデル GX460 がワールドプレミアされた。同年9月に日本で発表、発売されたトヨタ、ランドクルーザープラドベースとし、初代モデル同様に GX 専用のエクステリアとインテリアが与えられている。エクステリアは、 レクサスの統一デザインフィロソフィー、エルフィネスを表現したスタイルに仕立てられ、サイドモールやボディ一体型のルーフレールの装備で、プラドとの差別化が図られている。インテリアは、プラドの骨格を残しつつ、本、木目パネルや本革素材がふんだんに使われている。パーキングブレーキは、初代モデルのセンターレバー式から、足踏み式へ変更されている。 エンジンは新世代の4.6リットル 1UR-FE 型へ換装された。これは、トヨタ、ランドクルーザーと同型であるが、最高出力が、ランドクルーザーの 318PS に対し、GX では 301PS となっている。組み合わされる AT は6速となった。製造は初代に続き、トヨタ自動車田原工場が担当する。 2013年のマイナーチェンジで、レクサスの新たなデザインアイコンである、スピンドルグリルを採用した。2010年4月13日、コンシューマーリポートが、レクサス GX460 は横転のリスクを抱えていると指摘し、2001年の三菱、モンテロ以来となる、買ってはいけないとの警告を発した。およそ時速 100km の速度で、右コーナーに侵入した場合、 横滑り防止装置の働きが弱く、縁石などにぶつかった場合に横転する危険があるというものである。これを受け、トヨタ自動車は g x 四百六十とランドクルーザーアップラドの販売を一時中止した。四月二十日、トヨタ自動車は VSC と KDSS を共に装備した左ハンドルの十八インチホイール仕様で顕著としながら g x 四百六十の全数と 左ハンドル仕様のランドクルーザープラドをリコールの対象とし、VSC のプログラムを回収することを発表した。ありがとうございます。